松戸城は、戦国時代に、現在の千葉県松戸市松戸に存在した、日本の城。つい記念及び築城者に関する詳細は不明であるが、15から16世紀に、原氏や高木氏の支配下にあったことは、間違いない。長禄、干少年間には、小学坊、足利重氏と、堀越久坊、足利正友や関東官令、上杉ふ明が、 関東の各地で闘争を起こしていて、この時に、小賀法の下を裁ちばう自衛神原子名の入道と、その子息、原八郎は、将軍、足利義政の命令で幕府方の上杉氏と応じ、松渡る城に入った。この時の原子名の入道は、原種高の孫と考えられている。その後、第一次河野大合戦の時には、 後北条氏軍が天文7年10月6日夜に、江戸城を発した後、七日朝に、松戸城に月先税を上げた。城市は、標高20から25メートルの高台にあり、意向としては、車、空堀や、土塁の一部を確認することができるが、ほとんど、見分けがつかない。しかし、城石北部は、旧三都徳川家別邸、都邸邸及び都邸歴史館を中心に都邸が、 丘歴史公園として整備され、南部は千葉大学園芸学部の敷地になっている。上域は大地の北東に退治する千葉大附属農場と大地の間に南東方向に走る多日によって区画されていたと考えられ、さらに多日先端部が千葉大、広木寮付近から南へを折れ、プールやテニスコートがある突き当たりの低地により上跡の 絶情大地が断ち切られていたと推定されている。ありがとうございます。